どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められた魔王様の生贄というゲームをやっていこうと思います。いや、もうすでになんかちゃんとしたゲーム感がすごいですね。はい、名前打ち込みました。難易度選択、まあよくは分からんけど、いやでもなんかイージーだとな、なんか達成感なさそうなんで、まあちょっとノーマルでやっていきましょう。なんだこれ、もう始まってんのか俺。ちょっと待って、何していいかがあんまり分からへんな。あー、今カオス100あるからもう封印は解けるのか。ゴブリンが仲間になったのは分かったけど、消費カオス、カオスが今もう足りないから新しいやつはもういけませんよと。とりあえずモンスター復活の儀はもうこれ以上やることはなさそうですね。でこれ地図は分かった、侵略地図って書いてあるけど、なんか勇者歩いてる。なんだ、どこにも入れない、どこにも入れない。あ、やばい、ちょっと待って、何をしていいかが全くわからない。なるほど、これ多分冒険するようなゲームじゃないですね。あのあれだ、あの伝染病株式会社とかタバコ株式会社とか、ああいうこのシミュレーションというかマップ、これ見てる間カオスがなんかどんどん増えていってるんで、でその増えたカオスでこのモンスター復活の儀で復活させて、で、これ貯めて、なんか街に攻め込もうねみたいな、そんな感じのゲームですね。なるほど、勝手になんか RPG とかその辺の感じかと思ってたけど、そういう感じではないですね。とりあえずちょっと攻め込んでみようと思います。いいか、まあ近くにしとこう。多分魔王城から行く、あだよね、と思われる。あー、移動ちょっと待ってからか。今骸骨戦士、骸骨剣士みたいな、あー切り刻んでやると。はあ、はあ、こういう感じの戦闘ね。なるほど。あー、で上の数字がちょっとずつ減ってる、倒すごとに減るんだな。あー、こんな、あー、これにはレベル4にはもう勝てなさそうですね。なるほど。いやー、これ大変だぞ。これで多分あの全人口、全人類を滅ぼすゲームやと思うんですけど、まだね、だいぶ遠いですね。ほんで消費カオスもだいぶやっぱ奥行くと増えるんで、うわー、なんか優先順位とかがまだ全然ちょっとわからない感じですね。もうちょっとカオス欲しい。ああ何、ああ勇者が誕生してしまった。これはなんだ、この勇者が攻め込んでくるのか。はいはい、もう勇者の故郷を滅ぼせ、勇者の故郷を先に滅ぼしたれ。ええやん、ええやん。サノワ公国の人口がめちゃくちゃ増えとるめちゃくちゃ増えとるけど、もう全部滅ぼしたれ、全部滅ぼしたらええやん。いけ、人口をとにかく減らし続けろ。最強のモンス、ああ、嘘、ゼロ、ああミスか、ミスとかもあんのか。最強のモンスターだけれども進化させねえとやっぱ弱えのか。結構、ああなんか力尽きるな。えぐいほど攻撃が通らない。でこれ勇者が負けたらもう魔王城に今来とるのよ、勇者が。で暗い必殺、おお、やば、強っ。あ、ゲームオーバーっぽい。いや、なんだろうか。まだちょっとよく分かってねえな。というか、まあ、勇者が、人口増えたら勇者が生まれてしまい、その勇者が魔王城に到達したらゲームオーバーっていう感じですね。で、それまでに人類滅ぼせっていうことだな。あ、また一からになるのか。あ、ちょっとなんか感覚使うのに、イージー、やっとくか。ああ。なるほど。ちょっと待って、チュートリアルありって書いてあった。そういうことか。いきなりノーマルやった僕が、だいぶ愚かでした。めちゃくちゃちゃんと説明してくれるやん。ものすご考えだよ、これ数字なんやろうって。
あ、もうこれはもう僕が愚かでしたね。あ、めちゃくちゃ教えてくれるやん。さあ、ということで、ここから20倍速でお届けします。もうとにかくね、1回目のプレイでわからなかったこと、疑問だったことが全部解決しました。あー、こういうゲームか、これ面白いやんけっていうね、いちいちリアクションしながらやってましたが、まあ全部カットでね、とりあえず20倍速でお届けしました。これさ、もう全部滅ぼす前に、封印解けるんちゃう？これ。もう今216までいってるから、あと、あ、こいつ倒したら100いくだろ、もう。あ、いった。あ、これクリア。ああ、クリア。ああ、こ、あ、唐突にクリア。ああ、なるほど。あ、で、封印解かれたら、勝ち。あ、おもろいやん、おもろいやん。あ、オッケー。あ、イージーモードは、ポイントも少ないんで。ああ、わかったわかった。意味がわかったんで、あ、これもう復活しといたらいいな。まあ、ちょっと広告も見ながらやっていきましょう。よし。さあ、こっからよ。こっから本当にノーマルとの戦いですね。イージーだと復活値が2000だったのが、ノーマルだと1万になるんで、まあ、さっきの5倍ぐらい耐えないとダメだぞっていうことなので、はいはい。だからもう今左のグラフ見て、バイヤ帝国が、一番ゲージが長いので、バイヤ帝国に、ちょっかいかけて、人を倒すと、あのゲージがちょびっと短くなるんですよね。で、一番右まで行ったらもう漏れなく勇者が生まれてしまうので、で、あのモンスターによって、なんか、どこの、国に攻め込んだら強いとかいうグラフもあるので、まあ、どのモンスターを復活させるかとかも結構重要になってきますね。結構本当に戦略が大事になるゲームだなって感じですかね。まあ、ドラゴンがたどり着けば早くバイヤ、早くバイヤならそんなに時間かからんから、多分まだ大丈夫。バイヤに攻撃して、ちょっと減らせ減らせ減らしてくれ。ここでちゃんと減ってくれれば、いやー、きちい。ドラゴン全然役立たんわ。やばいね、これはやばいね。あと5800、あーはは、やばいやばいやばい。とにかくもうちょっと勇者がたどり着くまでに、こっちは5800ポイントあと貯め切ればいいから。あれ、進行できる？あれ、カオスが足りませんって ならないの？お、いけた。いや、えらい。カオス借金できんの？ちょっと待って。あー、ちょい、これは、途方もねえぞ、これ。あー、もう、しかもこれ、ここでもう勝てない？早っ。いやー、ちょっと待って。マジでポイント5000すらも貯めきれんかった、今回。これちょっと、むずすぎんか、このゲーム。いやー、もう、ちょっと、なんだ？イージーはめちゃくちゃ簡単やけど、ノーマル、正直今僕クリアできる気しないですね。これ、マジでなんか無理ゲーな気がするんですけど、これ、見まくって、地道にやるしかねえのかな。ワンプレイ20分くらいかかるから、結構大変よ。めっちゃ話が変わりました。スキルってやつでずっと出撃人数を増やすスキルしかないと思ってたんですけど、これ今バリアを覚えたんです。そしたらこう飛んでくる球弾いて、魔王女はダメージ受けなくなったんですよ。で、あと上に人間がいるじゃないですか。あの人間もこうタップしたらこうやって倒せるんですよ。うん。で、あの人間、冒険者っていうのが、どっかの国にたどり着くと、一気に人口がグインって増えるんです。それが厄介で仕方なかったんですけど、それがなくなります。あいつらをタップするだけ倒せるっていうスキルがあるのを知らなかった。上3つしか見えてなくて、あ、そんなスキルあるんかいっていう。なので、多分クリアできそうですね。あー、これもうラストチャンスやぞ。ちょっともうリストナム王国に行きたいから、地獄樹の方が相性がいい。あと3486、勇者がこっち向かってきたらもうその時点で終わり。いけろ、いけろ。あと3400。いやー、ちょっと、あと何ができるかなー。あ、でも、結構いけそう。結構いけそう。あー、結構抜ける。結構抜ける。
いいやん。もうちょっとこのまま逃げ切らんかな。200ずつぐらい減ってるから、はい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 、ええやん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 。もう一回出撃すれば多分可能性あるぞ。でまだカオスも6000あるから、もう一出撃は全然いけそう。あ、ちょっと待って、でもこれまだ全然いくな、全然いくな。あの攻撃力が1万超えてるんで、まあだいたい HP が1万超えたやつじゃなければ、あでもまあ HP が微妙か、 HP がちょっともう次あたりでやばいか。あー相打ち、あーゼロなった、ええやん、ちょうどいったやん。あーなるほど、やっぱスキルあったらノーマルまでいけるわ。なるほど、ちょっと僕の中でちょっとノーマルクリアしたら動画にしようと思ってたけど、思ってたよりあっさりいけたんで、ハードまで行ってみるか。はい、とりあえずハードで始めてるんですが、今回5万ポイント貯めないといけないです。でそれをやるにあたって確実にこれ遅延しないといけないので、まず最初スキルこれ絶対必要ですね。イカズチ落としはね、バリアはまだ二の次でいいてな感じです。でスキルはもうなんか時間とともに勝手に溜まっていくの でこいつ倒せるのがでかいんですよ。これ倒さないと村に着いた瞬間に人口がボッて増えるから、てな感じですかね。もう本当にちょっと今回リストナム王国が、かなりやばいので、まあ早めにねリストナム王国を攻める。いやもうちょっとマジできつい、一回出撃して一人倒せるぐらいですね。もうレベル48までいっても、もう全然人口を滅ぼすとか、もうそんなゲームじゃないですね。このゲームは本当に全人口滅ぼしてクリアという絵が見えないです。もう封印ポイントあと3万貯めて逃げ切る、うん、それしかもうなんかクリアの絵が浮かばないですね。いやほんで冒険者たちもだいぶ硬くなってきてるんですけど、硬ければ硬いだけ連打して封印ポイント下がっていくんで、ちょっともうそろそろ多分勇者が生まれちゃいそうな感じですけど、なんかねやっぱレベル防衛レベルも40とかでも、もう今124日間耐えてる状態なので、結構ね封印ポイントが下がるようになってるんですよね、敵1体倒すだけでね。なのでこれワンチャンあるぞぐらいだな。あーやっぱ相性だいぶ大事やな。うわー何ちょっと到着したと思ったら勇者やばいね。こっからあと十何日かは多分来ないと思う。十何日かは耐えてくれ。よしよしよし、オッケー。とりあえず下向かったんでまだ大丈夫。いやーちょっと勇者がたどり着くまでにあと1万7000ポイント、ちょっとまだねカオスに余裕はあるんで、もうとにかく侵略しまくってポイント稼ぐしかない。さあここから10倍速でお届けしますが、これ勇者が生まれた瞬間ゲームオーバーじゃないのがねなかなかミソで、いつ来るかはわからないんですけど、まだこの間に封印を解けば勝ちになるのよ。なのでこの時間がね結構ドキドキするんですよね。これはあるぞ、普通にあるぞ。あー倒せへん、それ倒せねえの、いてあーこっちは倒せる、こっちは倒せる、いける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 、ええやんええやんええやん、ああやられた。まだいけるまだいけるまだいける、出撃まあ、全然いける。マックス出撃からの、あららら、もうちょっと連打連打連打で結構貯まるから、連打で結構貯められる。いやめっちゃ増えたな、人間がめっちゃ増えてきた。ああやばいやばい、人口増え、ああやばい、ああこれもう勇者向かってる、勇者向かってる、勇者が来る前にちょっともうリスキング、もうここよ、ここ大事、ここ大事、よし倒せる倒せる、もうちょいいける、もうちょいいける、頑張れ頑張れ、あーこいつ、あーでまあ一応相打ち、あーさあとこいつ最後いけあとここで3000稼いだ勝ちよ。ちょちょちょ、早く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 戦闘入れ、早く戦闘入れ、おー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 、戦闘入れ、おし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 、これラストチャンス、これラストチャンス、うん、あー足りねえ、あと2000まで来たのに、ちょっとどうにか、あとちょっと欲しい、あとちょっと時間欲しい、あとちょっとでいけるのに、
やーくるーちきしょーちきしょー。はい、ということで、ただの神ゲーだったので、僕の実況はここまでです。